漫画読みたいけどお金がな。もう安心さ。誰？ブロックライフマン。回してごらん。クーポンガチャ。あ、漫画読むならブックライブ。幸せ。すごいですね。これね、何にも聞こえないんですよ。ありがとう。思った以上にね。なんかでも酸素がどんどんなくなっていくんですよね、蒸れるというか。息苦しくなる。そうですね、ずっと閉まってるとやっぱだんだん息苦しくなってきます。頑張ります。よーせーの、クーポンいけー。お疲れさ。結構フラフラな感じ。いや、大丈夫です。頑張ってください。いかがです。どうも、お願いします。はい、お願いします。読みます読みます。アクションものが多かったりとか、まあ、スポーツ系の漫画もやっぱ多いですし、漫画好きですね。少年漫画ですけど、僕が少女漫画が原作 の, あのものとかをやらせてもらうときに少女漫画をたまに読んだりするんですけど、面白いんだなっていうのはなんか印象ありますね。少女、なんていう、不思議な感覚にはなりますけど、僕はでもそこまで考えすぎないようにはしてるかもしれないですね。やっぱ実写化にしかできないこととかもあったりすると思うし、なんかそこ飛び越えたらすごいそこで面白いものが実写化って生まれるんじゃないかなっていうのがあるので、そんなに考えすぎないようにしてますけど、僕も漫画すごい好きなので、すごいこう漫画このキャラクターの大ファンの人たちとかが、あの誰かが実写化して演じるってなった時にってなったりするじゃないですか。っていうのは分からなくはないんですけど、まあ、だからちょっともう別物で見てほしいですよね。実写化したりしてっていうのたくさん世の中あるんですけど、男の子に壁ドンされるっていうシーンがあったんですよ。で、壁ドンバーンってされた時に、これここまでその壁ドンっていうのがフューチャーされすぎてなかったら
意外と嬉しかったりすんのかな女の人って、さりげなくなんか気づいたら壁ドンされてたみたいなとかだったら嬉しいのかなとか、意外と分かりやすいのがいいのかなとか思いますけどね。ブルージャイアントって漫画があるんですけど、僕が何年か前にやった作品でサックスをやってたんですよ。でそのブルージャイアントっていう漫画も主人公がサックスバーって吹いてたりするシーンもあったりしてます。そういう作品なんですけど、サックス吹いてたりしてジャズかき鳴らしたりみたいな、なんかそういうのはいいなとも思いますし、僕バスケが好きなんでバスケ漫画とかなんか熱い友達みたいな感じとか、漫画にしかないなんか世界観ってあるじゃないですか、友情とか恋とかっていろいろあると思うんですけど、そういうのやってみたいなっていうのを思いますけど、気軽にやっぱアプリでね漫画が読めるっていうのはなんかすごいやっぱ時代でもあるのかなというか、今のなんか会社勤めしてる人たちとかそういう人たちとかがこう電車とかで結構見るんですよね、電車でも読んでる人たち、そういう人たちがもっともっとブックライブとかで漫画読んでもらえたらいいなと思うし、まあ、僕も移動中とか携帯でピョピョって読めるなら読みたいなと思いますし、なんかでも荷物持つのが嫌な人に言ってもらいたいですこんにちは、伊藤健太郎です。僕が出演する電子書籍ストアブックライブの CM がスタートします。初めてヒーロー役に僕挑戦したんですけれども、こういった格好で CM 撮らせていただきました。やっぱ男の子だったので僕もヒーローに憧れてて、今回こういった形でヒーロー役をできてすごく楽しく撮影できたし嬉しかったです。ぜひそんな CM を楽しみに待っていてください。ブックライブの CM ぜひご覧ください。バイバイ。あ、ガンちゃん